ジャプルテペクは、ジャプルテペクの森ともいい、メキシコシティにある公園。西半球最大の都市公園の一つで、686ヘクタール以上の面積を持つ。ジャプルテペク農家と呼ばれる岩山を中心とする、この公園の主要な機能は、メキシコシティ都市圏の環境資源である。ジャプルテペクは、山荘を、メキシコ盆地に満たす樹木を持ち、メキシコシティの最古かつ最重要な、 はいと考えられている。先コロンブス期から人が住み、ランドマークと考えられていた。当時はアステカの統治者たちの西洋地だった。植民地時代にはここにチャプルテペク城が建てられ、後にメキシコ原種の皇帝として使われた。1934年に皇帝は同じ公園内のロスピノスに移転し、2018年まで使用された。 チャプルテペクの森は3つの地区に分けられる。第一地区が最も古く、人気も高い。この地区には、チャプルテペク城、チャプルテペク動物園、メキシコ国立人類学博物館、ルフィーノ・タマヨ博物館などの主要な施設が集中しており、年2500万人の訪問者がある。このため2005年から2010年までかけて、大規模な再整備が行われた。政府は、 ビジネスオフィスや巨大駐車場の建設を許可している。ラミレス英文書に記されたチャプルテペクの丘。アステカのトラトアニであるウィツイリオイトルとテッパネカがショチミルコとチャルコに敗退しようとするところこの地域には遅くとも、さっき古典期から人が住んでいた。古典期にはテオティワカン文化の人々がこの地に住んでいた。12世紀頃にトルテカのウェマクがチャプルテペクにやってきたとされる。 トルテカはこの地をバッタの丘と呼び、後にナワトル語でチャプルテペクと呼ばれるようになった。トルテカ時代の祭壇の遺跡は丘の頂上にある。メシカがメキシコ盆地にやってきた時、アスカポツァルコを首都とするテパネカがこの地に住んでいた。メキシコ盆地をアステカが支配するようになると丘は神聖で戦略的な価値を持つようになった。 この地は統治者を仮装した灰を治める場所として使われ、泉は首都の手の地ティトランに真水を供給する重要な役割を持った。後にこの地は統治者及び神官のために厳密に制限された西洋地になった。1420年代にネサワルコヨトルが初めてこの地に宮殿を建てた。モクテスマ2世は珍しい魚を育て、水を蓄えるための貯水池を建設し、また、 帝国各地の草木をここに植えた。1465年、モクテスマ一世は、丘のふもとの岩に、自分の肖像を刻ませ、3キロメートルの長さを持つ、トラシュパナ水道を建設した。ジャプルテペクの庭の皿を、作者不明、1780から1790年、頃の屏風ジャプルテペク城内の国立歴史博物館像。多くの人は、この絵を、 植民地時代の人種の違いを示したものと考えている。スペイン人がアステカ帝国を征服中、チャプルテペクの丘で1521年にスペインとアステカのクワウテモックの最後の戦いの一つが起きた。その少し後にチャプルテペクの丘にある先住民の祭壇の上にフランシスコ会が小さな修道院を建設した。エルナンコルテスはチャプルテペクを我が物とし、 その北部を後にマリンチェと結婚することになるフアンハラミージョに与えた。しかし、1530年のカール5世の直令でメキシコシティのものとなり一般に解放された。スペイン人はアステカの水道を使い続けたが、1771年にはメキシコシティの人口増加のために別な水道が必要であると考えられた。ジャプルテペク水道は森の中の泉から 当時のメキシコシティ南部のサルトデルアグアと呼ばれる場所に水を導いた。この水道は904のアーチを持ち、3908メートルの長さがあった。1785年、フランシスコ海の修道院は破壊され、新たにチャプルテペク城が建設されて、丘とその周辺の森は植民地の複王の秘書地に変わった。壁によって一般人は入れなくなり、 優雅なパーティーが開かれる場所になった。1821年にメキシコが独立すると、ジャプルテペク城は国家元首の皇帝になった。元首の多く、特にマクシミリアン皇帝とカルロータヒは、城とその周辺の森を飾り立て、拡張した。1847年に丘は、 メキシコとウィンフィールド、スコット将軍に引きられたアメリカ合衆国軍との戦いであるチャプルテペクの戦いの戦場にもなった。攻撃を受けた時に城には主官候補生たちがいて、戦いの終わり近くに6人が丘から下の岩に身を投げて自殺した。彼らはニーニョスエロエスと呼ばれ、飛び降りたところの近くにモニュメントが建てられている。 チャプルティペク城は1934年までメキシコ大統領の皇帝であり続けたが、ラサロカルデナスが同じ公園内のロスピノスに皇帝を移転し、城は博物館になった。それ以来、公園は二度にわたって拡張された。1964年に第二の部分が、その十年後に第三の部分が加えられた。その後は一帯の整備が問題の中心になった。 1998年までに、公園、特に第一地区の道は3000人を超える、行商人で溢れかえり、規則がほとんどなかった。2005年に第一地区は修復のために閉鎖され、この地から商人を追い出した。1ヶ月後に再開した時、商売は厳しく制限され、警察が公園内の物売りを取り締まった。しかし一部の商人は、警察の動きを無線通信で、 情報交換しながら、商売を続けた。商売に関する制限地域の外である公園の入り口では一部の商人が時に入り口を塞いで、訪問者が彼らの売店を通らざるを得ないようにした。整備のために、公園は時々閉園した。1985年には、ネズミ他の外獣の駆除のために閉鎖した。2005年には、公園が状態の悪い樹木に覆われ、 湖が汚れ、泉を含むいくつかの場所がゴミで埋まっていた。2005年から2010年までかけて公園は地区ごとに、順に閉園して、修復作業を行った。第一地区は2005年から8ヶ月にわたって閉鎖し、湖の春節と樹木の伐採、ゴミの収集、商人の追い出しを行った。その後、第点三地区で、ネズミ、野犬、猫、 ハとその他外来生物の駆除を行った。カモやアヒルなど、他の種に対して攻撃的な外来種を除いたり移動させることによって2005年に渡り鳥たちが公園に戻ってきた。公園には100種以上のこうした鳥があり、そのいくつかは何十年ぶりにここで産卵した。北オポッサムやカコミスルのような哺乳類も2005年に戻ってきた。2018年、 アンドレスマヌエル・ロペス・オブラド・オール大統領は皇帝をソカロの国立宮殿に移転し、ロスピノスを一般開放した。チャプルテペク水道チャプルテペク公園は、チリのサンティアゴメトロポリタン公園に次いで、ラテンアメリカで2番目に広い都市公園であり、686ヘクタール、あまりの大きさがある。パリのブローニュの森、東京の皇居、ニューヨークのセントラルパークと並んで、 世界最大かつ最も訪問者の多い都市公園の一つに分類されている。本来は手のチキトランの外にある森だったが、現在はメキシコシティの中に含まれ、周囲をビジネス、商業地区に囲まれている。公園は三つの地区に分かれるが、第一地区が最も古く、周りを柵で囲まれており、夜間は閉鎖する。他の二つの地区は開かれたままである。 公園内には9つの博物館、遊園地、曲がった道、記念像、湖、泉がある。レフォルマ通りが公園の北部を横切っている。公園の主な機能の一つはメキシコシティ都市圏の環境資源である。チャプルティペクは3層をメキシコ盆地に満たす樹木を持ち、メキシコシティの最古かつ最重要な灰と考えられている。広い舗装されていない地域であるため、 大水槽に水を満たし、ヒートアイランド現象への対策になり、雨を呼び寄せる。カナダ、アメリカ合衆国、メキシコの他の地域からの渡り鳥の保護区でもある。メキシコラ空襲の多くは、アステカ時代に植えられたものである。公園の生態系の保全には年に1億ペソが必要とされる。チャプルティペクの浴場の一つ、メキシコシティの住民にとって、公園は文化的。 歴史的地区であるとともに、緑地でもある。先コロンブス期から植民地時代にわたる多数の遺跡がある。テオティワンと関連する墓、ジャプルテペクの丘にあるトルテカの祭壇、植民地時代の水道の後、ネサワルコヨトルと関連する道、アステカの神館が祭祀の一部としてペヨーテを摂取した場所などが発掘されている。注目すべき遺跡は、モクテスマの浴場で、 アステカ人によって建設した貯水池、運河、滝の装置からなる。メキシコ国立人類学歴史学研究所は、公園及び丘の上のチャップルテペク城をメキシコの文化遺産の一覧に含めており、2001年には世界遺産に推薦した。公園は年に1500万人、日に25万人の訪問者があると見積もられている。日曜日には博物館が、 無料になるために訪問者が最も多く、1日中アトラクションを見たり、ピクニックしたり、バーベキューしたりする。国内では人気があるものの、外国からの客は通常博物館の近くの狭い部分しか見ない。公園は公共交通機関によって容易に行くことができる。メキシコシティ地下鉄1号線と7号線がそれぞれ公園の東と南の入り口に駅を持つ。 いくつかのバスがデフォルマ通りに沿って走っている。ありがとうございます。